こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。前回は、エイダ姉さんとね、久々にお会いできたということでね、まあ、ギリギリ見えるか見えないかって、あのラインがいいっすよね。チャイナドレスなんであんなセクシーになるんだろうね。やっぱ片方が切れ込み入ってるからってところなんだろうね。いやー、なかなかいいものを堪能させていただきましたということで、今回からまたチャプターがね、これ、チャプターは 3-3 になるのかなというところですね。まあ、例のごとくまたちょっとアイテム回収等々しながら次のところね、進んでいきたいというふうに思います。で、何から話そうか、何からっていうか、もうこれ、かれこれ、3週間くらい前の話なんで、そういえばこんな話あったわって今ちょっと思い出したのがあったんですよ。なんかちょっと休憩時間中に。実はちょっとこれ、前のチャットとこれ今回ちょっと連続撮りさせてもらってるんですけども、それはいいとして、3月の15とかそのくらいだったかな、ウィザーズとウォーリアーズ、NBA のウィザーズとウォーリアーズがなんか日本でプレシーズンやるっていうことがなんか決まったっぽいっすね。で、今年の9月の30日第1戦と、10月の2日日曜日に第2戦があって、で、なんか10月1日はなんかファンサービス会みたいな、なんかそんなのがあるみたいな感じなんですけど、いやーこれ行きたいね。多分いい席とか取ろうと思ったら、もう数万円単位、下手したら10万円とかっていう価格になるかもしれないですけど、ウィザーズで言ったらね、まあ、トレードがどんだけ行われるかにもよるけど、八村塁とか、まあ、有名ところでいくと、そうだね、ブラッドリー・ビールとか、それから、カイル・クーズマとかね、がいたりとかで、相手のウォーリアーズはね、もうスティフィン・カリーとね、クレイ・トンプソンとね、それからダニー・グリーンに、それからアンドリュー・ウィギンズだとかなってらへん、ここらへんがまあ大幅にトレードがなければ、まあ、今年のね、多分プレーオフの結果とかによるんだろうけどね、その大幅改変がなければ、各々スター選手たちがね、来るということなんでね、これはね、もう僕もちょっとね、チケット争奪戦にちょっとぜひ乗り込もうかなと思うんですけど、NBA 興味ある方、まあそもそもバスケに興味がある方に関しては、ぜひね、乗り込んでいただくといいんじゃないかなと思いますね。いやー、これはね、ぜひね、やっていっといた方がいいと思うかな。行けるなら行った方がいいですよ。僕、関西に盗んでる人間ですけど、チケット取れたら、ちょっと、嫁さんには申し訳ないけど、ちょっと娘と3人で行くでって。ちょっと強引にでも連れていこうかななんていうふうにね思ったりしますけど、僕はどうせあってかって帰ってくるから一旦はもうこっちそのままスッと進んじゃいましょうか。ほい、 OK。 そうね、なんか2019年ぶりらしいから 3年ぶりかなに来るらしいですね、 NBA の人たちが。2019年の時はどこだ、ロケッツとどこだったっけな、ロケッツとラプターズだったかな。今でこそね、ラプターズはその渡辺雄太がいますけど、当時はいなかったですからね。だから何のゆかりがあってロケッツと、まあ、ロケッツはなんとなくわかるかな。その場所がそのトヨタのあれがあるところになるんで、ね、相変わらずの暴走っぷりだね。あ、そっち行く。あ、クラウンかい、クラウンかい。じゃあもういいや、もう全部使っとこう。そう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 。OK。じゃあ、よし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 、ここも、あ、やばいかも、やばいかも、あぶれ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 、ね、まあ、その、日本でね、プレーする機会なんていうのはもうなかなかないし、その、わざわざね、アメリカまで行ってってなったら、アメリカに行くってなったら、埼玉スーパーアリーナだったら、その、場所にもよるかもしれないですけど、なんだろうな、最悪日帰りでも行けるじゃないですか。やっぱアメリカ行くってなったらね、最低でも4日くらいは必要になってくるから、まあ3日、まあ4日だね、4日はいるっていう話になっちゃうんで、それを考えると、まあね、日本でやってるんだったらプレシーズンだったとしてもね、行って、おーかぶ、うわー、なんかめっちゃ引っかかってくれたわ、助かった、やばいやばいやばい、来てる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 、怖い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 、頭からうにゅ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 うしてる。あいつもうなんかもう暴走してるもんね、うんうんうん言ってるし、よし、おい、オッケー。あいつも切り離されるからな。ただなんか寄生体だけだとしばらくほっといたら勝手にお亡くなりになってくれるんで、ちょっとしばらくほっときます。でそれはいいとして、なんかこいつ人の体に寄生してないとなんか死んじゃうタイプのあれらしいんだよね。ちょっとなかなか、あれ、じゃまだ降りてくんのかよ。ほい、オッケー。あ、ばば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 ば、規制させないよ、規制させないよ。はい、そろそろお亡くなりになって。
ところで来るのかな、あいつ。全然来ないんだけど。あれ？え、来る、あー。はい。じゃあそろそろちょっとこれ、とどめさせたかな。なんか悲しいよね。ここで出てくるこいつが一番悲しいかもしんない。オッケー。ということでね。そう。だからまあ NBA はその興味ある人はぜひ一回はねもう行った方がいいよ。なんかね日本で B リーグとか見慣れてる人からするとまあ似たようなもんなんじゃないのって思うかもしれないけど全然違う。僕 B リーグも何回も見に行ってますけど BJ リーグとかもね見に行ったりしてますけど全然規模が違う。マジで。まあステープルセンターしか行ったことないけど今違うか。ステープルセンターって行かしないね。なんだったっけな。なんか超ダサい名前だったからもう覚える気ねえやと思って忘れちゃったんだけど。だっけここ、そっか、うん、っていう感じだったんで、なんかもう本当派手さが違うよね。まあ、僕の YouTube でそのオープニングの雰囲気とかその試合の雰囲気とかって載せてるやつがあるんで、まあぜひねそちらをまたご覧いただけたら嬉しいかなと思いますね。こいつちょっと結構シフトかって言ったし鬱陶しいからもう先に始末しとこうか。ほいほいって。そう。いやなかなかだから本当はね去年のね東京オリンピックの時に選手たくさんね朝世界各国のスター選手が揃うっていう中でさやっぱりそういうのやっときたいと思うけど、まあ、なかなかねそれで人がまあ、コロナの影響もあって残念ながら試合を見ることができなかったっていうところなんでね、まあ、ウォリアーズとウィザーズに限定っていうのはあるけどやっぱりアメリカを代表する選手たちっていうのもたくさんいる、ね、試合になるんで、まあ、ただプレシーズンなんでもしかしたらそのスター選手とかねせいぜい出ても20分とかその程度に収まるかもしれないけど、まあ、それでもやっぱ見る価値はあるしね。生で見てねそのベンチではしゃいでる特にカリーのベンチとかめちゃくちゃ見てて楽しいからそういうのをはしゃいでる姿とか見るのはもうそれだけでもなんか一景やなって、ね、ありかなって思う。一景の価値ありっていう感じはするんじゃないかなと思うよ。ということなんで、まあぜひねそこはご興味ある方って興味ある方っつうかね僕が一番興味があるからこの話題出してんだって話なんだけど、もうみんな会場で会おうぜ。そんなところだね。でもね嫁さんからね当時の LINE とかねにねこう高いやろしそんな争奪戦になるやろってねもうね間違いないって思ったんですけどね。でまあ価値あるやろなとは思うんでちょっとね、まあ、当たるかどうかね、まあ、いつからチケットが売り出されてるのかとかねもしかしたら調べたら持ってってる売り出し始めてるのかもしれないですけどまだちょっと見当たらないんでね、まあ、またちょっとちょくちょく速報的な感じでこのね実況を通しながら、まあ、皆さんにとってその情報がいるかどうかって言ったら微妙かもしれないけど、まあ、いるんだったら流しておきたいなというふうに思いますけど、ねまあ、調べた方が早いっていう気はするかもしれないけど。ほいあれ全然あれだね。もう立ってきてんのか。ちょっと待って。どうしよう。これは燃やしといた方がいいかな。攻撃力高っ。マジか。これ、あらこんなところで死ぬのはさすがに恥ずかしいな。もうなんかなりふり構ってらんなくなってきたかもしんねえな。ロケラも手に入れなきゃなんねえしな。いやーやっちまったな。恥ずかしいね。てかもうこれ普通に登ってくるんだったらここでなんか下手にやるよりはもうチキンプレイやった方がいいんじゃないかって思うけどね。うん、そうだね。これでいいよ。十分。いやー恥ずかしい。やっちまった。こんなところでね、まあ、いついかなる時にね、やられるかなんてのは分かったもんじゃないですからね。もう皆さん、教訓ですよ、教訓。いや、はずい。いや、マジではずい。これは、ちょっと、キプレイの人からすると、なんか、そこでみたいな感じになるね。いやー、やっちまったな。まあ、いいや。まあ、ね、こういう、プラプラっとするのもね、遊びの醍醐味だったりしますんでね、まあ、そこはご愛嬌ということで、ぜひお許しください。はい。とまあ、とは言ったもののだよね。こっから先、あ、そうか。あれがああなっちゃうんか。あれがああなっちゃうって、なんかね、捉えようによってはもうなんか本当に語彙力の低い人みたいな感じになってるけど。まあ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 、いいじゃない？かわいそうだよね、なんかね。ほい。だって貫通してるんだもん。柔らかい。
あれ俺娘ちゃんがプロテイン飲みたがってるって話したっけ、した記憶があるな。そうそう、なんか、ね、やっぱりね、なんかあの子供ってその親がよく触っているものとかにすごい興味を示すんだろうなっていうのがすごく分かって、僕とか嫁さんとか普段その iPad とか あのスマホとかでゲームしたりとかして遊んでるんですよね。でってなったらそのスマホとかめっちゃねすぐにね私にちょうだいっつってねさらってくるんですよ。で、あ、来た来た来た。そうで、あの僕がねあの遊んでたりとかね、あの連絡とか取っていて、連絡ちょ飛んできた、向こうにいんのか、連絡とか取ってる時にそのにもかかわらずちょうだいちょうだいっつって取ってくるから、あーちょっと待ってっつって、であのただ娘ちゃんがねその偉いっていうかすごいなって思うのが、その普通さ子供ってさその自分が一番じゃないですか、全然それでいいんだけど、なんか今映ってなかった、気のせい、なんか嫌な予感しとった。え、ちょちょ、そっちじゃない。やっぱなんかいたのかな。めっちゃ落ちてく、めっちゃ落ちてく。ほい。ジュックキック。あー、また、また、またジュップジュップや。そう。でもまあ娘ちゃんのね、なんか、すごいなーって思うところが、その、普通は、なんて言ったらいいんだろうな。子供ってその、与えたものとか、自分で 手に入れたものとかをさ、その、取り上げられたらさ、ギャーって怒るじゃん。ところが怒んないんだよね、うん、そこがまあ関心かなと思うんですよね。まあこれがねそのもうちょっと大きくなってきて、その多分その取り上げられたっていうことに気づいてないっていう可能性もあるからね、それがまあ大きくなってった時にそのこれ私のって言ってねブワーって怒る可能性はあるかもしれないけど、だからまあそれはそれでねまたあのちょっとしつけていかなくちゃいけないかなと思うんですけどね。まあそれとはまた別で、そのなんだっけ、あそうそう、僕そのしょっちゅううプロテインを飲むんですよ。しょっちゅうって言ったらなんか言い方があるだな。あのまあ筋トレとかしたりとか、まあ、あの食事の間とかにプロテインとかをまあ普段飲んでるんですよね。で、シェイカーに入れてシャカシャカ振るんですよ。最近ね、僕がね、あのこれシェイカーに入れてあの飲もうと準備し始めたらね、うんって言ってね、あの手をね、スッて伸ばしてきて、で、私にもちょうだいって言ってね、あのめっちゃ手を伸ばしてくるんですよ。えって、あいつ性格だな。やろ、とりあえずこいつは始末しといて、ほら、ああすごい来たね、そうそうそう、うんって言って、であのまだその 500ml とか 400ml とかの重さをこう持ち上げてシャカシャカって振るのはさすがに握力とかも力もないんで、まあ、いいあのあれなんですけど、倒してねコロコロ転がしながらねイヒヒって言って笑ってるっていう、そのねニコってする顔がねめちゃくちゃ可愛いんすよねって急にのろけ始めるっていう、うん、まあそんな感じなんですけど、まあ、あのニコニコって笑ってね、ねなんて言ったらいいんだろう、すごい楽しそうにねあのこっちをねチラチラって見てくれるんですよ。あれがねやっぱねたまらないんですよね、うん、子供のかなんだろう、その赤ちゃん、まあ1歳って赤ちゃんじゃないけど、まあそれに近しいんですよね。まだまだその言葉も喋れないし、一応そのあのパパのことダーとか言ったりはするんですけど、あのあとママのことマーとかっていう言い始めるようにはなってきたんですけど、まあ、それでやっぱりまだまだねあの言葉足らずというか舌足らずというかっていう感じなんで、どうしようかな。もうマグナム一旦、まあ、いや、でもマグナムはいらない。ハンダガンがいらないかな、どっちかって言ったら。うん。そう、まあとかって呼ぶんですけどね。だからまあ、そういう意味では、やっぱ、まだまだそのコミュニケーションがうまく取れないっていうところから、あの、まだまだ赤ちゃんなんだなとかな、あの、もっとね、あの、成長したら、コミュニケーションがね、取れるようになってきたら、それはそれで楽しいよって子育ての先輩とかからも聞いたりはするんですけど、うん。まあ、そんなこんなでね、まあ、毎日がね、いろんな、なんか成長を見せてくれるんで、すごいね、あの楽しいなと思いますよ。まあ、それでも、もう繰り返し言うけど、寝るときは僕に懐いてくれない。もう朝起きたらね、あの嫁さんの頭にね、頭に頭を乗っけてから、もう L 字になって起きるんですよね。あ、今日もまた L 字になってるって思って。で、うん、ふげ言うから、なかなか寝つけないんだろうね。どうやったらそのうまく寝ついてくれるのかなっていうの、ここがやっぱちょっと永遠の課題なんだよな。だからここなんかうまいこといろいろ調べたりするんですけど、なんかこうこれっていうなんかクリティカルヒットがないから、なんかそういうのを詳しい方がいらっしゃったら、もうぜひねそこら辺アドバイスいただけると非常に助かりますね。これやっぱ睡眠ってその ストレートに言うとあの命に関わる話になってくるから、うん、やっぱりねあの嫁さんが
睡眠不足になってしまうと子供への影響っていうのもやっぱ大きいし、どうしてもそのねイライラとかね、精神的ストレスとか、まあ、それからまあ、体力的にもしんどくなっちゃったりしてしまうんで、そのあたりっていうのをねちょっとなんかこう助けてくれるようなアドバイスがあったらすごくありがたいかなっていうふうには思いますけど、うん、まあ、そんなところですね。ということでね、もうチャプターも、これで、ちょっとなんかフライングダイナスをしているルイスさんがいるんですけど、このあたりでね終わりになりますね。はい、ということで、本チャプターはここで終了なんですが、次回は、アシュリー編になりますね。ということなんで、これまでちょっとね、キャー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 言うだけのね、アシュリーちゃんだったんですが、ちょっとパンチラまみれの、逃亡劇を繰り広げるというね、パートに次回なっていきますんで、はい。この時点で、まあ、そっか、でも、ルイスを助けようとしたから、サドラを追いかけようっていうのはなかなかできなかったのかな。でも、すごいよね。心臓をさ、太さです。さ貫かれてるのに一撃で死なないでこれちょっと余命があるっていうのがなんか精神力の強さ、やっぱ肩幅が広いとちょっと心臓の位置がずれてたか、そんなのかなということでね、はい、いい具合でルイスさんが最後に思いを託してというところまで、やってまいりましたが、まあ、残念ながらルイス この場で退場ということでね、本パート終了とさせていただきたいと思います。これに出てくるカプセルってなんかカプセルってなんかすごい飲んだら効きそうな感じがするの、個人的な感想でしょうか。実際どうなんだろうかっていうのはやっぱ薬によって違ったりするからね。まあ悲しんでる暇はない、サドラを倒しに行くぞ。さあまずはアシュリーの救出からだ。次回パートまたお楽しみください。ということでチャンネル登録ボタンとねグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。